わざわざわしのために集まってくれてありがとうございます。いやいやいや、ほんまだよ。
違う、明日じゃない。あ、まあ、まあ、それはそうと、先ほど披露させてもろうたんが希望の翼っていう曲ながじゃ。その通り。わしは鳥のように羽ばたいたぞ。わしは風のように持たせよ。見よ、庭のカレーなる白鳥。いやいや、どう見ても白鳥には見えませんし。もうそんなことは。 先ほど歌わせてもらった曲の中にヤイロの鳥という触れ図が出てきましたけど、皆さんヤイロの鳥ってご存知です？あ、これは正しくはヤイロチョウという鳥で高知県の県の鳥長です。羽の色が発色あるきヤイロチョウっていう色がですよ。そうなのよ。ということはわしら6人で6色じゃんか。8色も配中ということはわしらの色もちゃんとその中に配中が。そうそう、ヤイロチョウの色は背中はわしのグリーンで出来ております。 羽からおっぽにかけてはわしの青色や竹下みたいな水色ブルー系のグラデーションも入っちゅうがじゃ。ほんでね、胸のところはわしの黄色になっちゅうがよ。あ、でね、私の赤がお尻から尻尾にかけて長です。うわ、こうちゃんと可愛らしいね。ねえ、あれ、あのー、弥太郎さんのこの紫はね入っちゃってん。入ってないか。入ってない。あ、いやいや、 わしのことを分かってくれちゅうの。玉子、玉子、やたの色のヤイロチョウの玉子。高い。でね、このヤイロチョウっていうのは、めったに人前に姿を見せん幻の鳥って呼ばれちゅうがです。一回見てみたいと思いません？わしは見たことがあるぞ。希望の翼を挟めかすヤイロチョウ。確かにこの目で見た。またまた。そうやろ。あ、お前ら見たことない人って言うだけなんじゃ。本当は本当見たいだけなんじゃ。ほら、どうなんじゃ言うてみん。いや、ああ、どうなんじゃい。うい、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 うい。やたろさん、わかった。そのヤイロチョウってもしかして、ワンパク高知で見ました？ だって知っちゅうか。わしも知っちゅうよ。わしも知っちゅう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 か。皆様、ワンパーク高知言うたら入園料無料、駐車場料金無料、小さな遊園地と小さな動物園を合わせたようなね、本当にお得なあの施設なんですよ。みんな、それわし行ってみたいな。わしも行きたい。じゃあわしは。わしも行きたい。わしも行きたい。どうぞどうぞ。 行きたいのはね、山々が来てるんで、若干の。で、こんなに大勢のね、お客様がおる中をね、わしに一人だけ行ってしもってもても大丈夫。行ってください。これで、ここから出れねんかもしれません。出れねんなっちゃう。そうじゃねえ。そうしたら何？今、動物園の中の顔の中の。そんな感じ。まあまあ、そんな感じ言ってほしいみたいな、いいかな。でも、ほんとね、ワンパク高知ってこっからね、電車ですぐ行けるところにあります。ぜひ、皆様にも行っていただきたいと思いますが、さてさて、 県外から来られている方も多いということで、高知観光を楽しんでほしいんですけども、わし以前からね、奥州観光スポットがあるが、それは何かと申しますと、桂浜でございます。電話現在、桂浜の龍馬像の横に櫓を建てまして、その櫓に登って龍馬像の目線で太平洋を見渡せるという龍馬に大接近というイベントをやっておりますけど、すでに行ったという方、手を挙げておりますでしょうか。 ありがとうございます。ありがとうございます。で、皆さん、櫓に登ってずっと見たと思うんですけども、見えましたでしょうか。目を凝らしたらずっと先にオーストラリアが見えています。ほんまに？さらにずっとこう目を細めて見よったら南極大陸。それはそうや。さらに目をつぶって
え、つもちゃん、リエ リエいただいたら夢と希望が見えてきた。なんです？わしの夢はね、清盛隊とコラボすること。あ、なるほど。カラスの絵が僕の叶うろうか。叶ったらいいですけんの。ちなみに、もし今後清盛隊さんとの、あの神戸にね、清盛隊っていうグループのオルガですけど、コラボを私たちがあちこちでするとなった時に、追いかけて行ってもええよっていう方、どれもあります？追いかけるときには走っても構わんって言うと。やめてください、竹先生。竹先生もやめてください。トランスになさらないように。ほら。まあ、こうやっていろいろ聞いてみたら、私らの質問に対するお答えも人それぞれで面白いですね。好きなこと、夢中になることも人様々やね。そうよ。人のように道は一つということはない。道は百も千も。万もありまじゃ。そうじゃね、そうじゃね。万じゃって万じゃって、だってのだっての100円やって、1000円やって、1万円やって、あれはあるほど嬉しいじゃんかね。え、人の道はそれぞれ、人の幸せの形も無限にあるという話ですね。いかにも。たとえどんなことでも、人から何と言われようと、自分自身が志を持って精進すればそれでええがよ。先生、ほんまにそうですろうか。わしらは今までやってそうしてきたじゃんか。そうじゃね、そうじゃね。お金やってあればあるほど嬉しいじゃんか。志を貫くと言うても、不安な思いが強い時もありますき。そう、どうした。自分がやってきたことはほんまに正しかったのやろうかと、真実が何一つ見えんなる時もありますき。伊蔵、どういたかで。そうですよ、伊蔵さんらしいもない。ああ、ジャキジャキジャキ。過去の出来事にとらわれてしもうて、もうなんちゃできんと思うたり、いろいろしたいと思うても、体が勝ち張って動けんなる時やちあるがです。そんな時はどうしたら、どうしたらいいがですか。
いいぞ。わしがね、この広い世界をちょっくら見てきて思うがは、人間は得ての道によって世界を切り開いていく生き物やということじゃ。得ての道、得て、すなわち己が得意で好きな道ということじゃ。そうじゃ。人間はえい時ばっかりじゃない。何をやってもうまくいかん時もある。けど、どんな時でも自分の好きな道は捨てたらいかんがじゃ。道、わしが好きな道は道端アンジェリカかよ。ああ、なるほど。ちょっと違う気がするじゃけんの。あ、じゃあまあわしの好きな道は道端ジェシカかな。あのね、結局そうなんです。二人は結局そうなんです。いいですか、龍馬さんが言う道って言わない、道ってついてる。なんだかやろ。わしが好きで得意なこと、わしが本当に歩いていきたい道。焦らいでもえい。好きな道を見つけるためにも、この土佐の自然の中でいっぺん無になってみるがもういいろ。そうですよ、疲れちょったらそれだけで気が向いてきますき。疲れちゅうときは高知県内いろんな国行ったらええがよ。こうちゃんとリフレッシュできるき。そうよ、いぞ土佐のあちこちでうまいもんを食うて飲んで、ようしゃべってようわろうてね。ぐっすり寝てみんや、自然と自信が湧いてくるぞよ。そうじゃね、そうじゃね、そうじゃね、そうじゃね。ほいたら今日はみんなでパーッと行こうじゃね。どうしよう、どうしよう。まあ、おまんら落ち着きや。それぞれに好きな道、やりたいことを見つけて、みんなで生きていこうじゃいか。はい、自分自身に素直になって、情熱を燃やして、そう、炎のように。
はわしらの戦勝どうじゃったろうな。ほいたらお次は神戸清盛隊のステージじゃ。どうぞどうぞどうぞかわいい。皆様はこうして楽しい思い
よね。ね、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 ね。ちょっと、起きてるか？ははあ、なるほど、無視でございまするか。一番傷つくやつでございますね。しかし、皆様がこんな態度を取るとしたら、もう一度平野に戻してもいいんですよ。あ、ちょっと待って待って待って、わしまだ今回広め行っとらんのよ。広め一番バカが行かせてくれよ、頼むわ。広めだって言うよ。せめて、せめて、せめて、そうです、せめて。大丈夫でございます、ご安心くださりませ。もう一度あの頃に戻って平安の頃の思い出を思い出してくださりませ。女才なく火の打ちどころだし、平家の優等生と言われし我こそは誰よりも心はつき武士である。わしが戦うのは兵士のため、そして何より愛する家族のため、わしは命を懸けてでも愛を貫くぞ。見るべきものは全て見た。今はただこの思いを音色に乗せてとどろかせようぞ。戦負け知らずの我、最後の戦となるは一条さん、この刺激はの華麗な波の様どこどころあれ、ラストの罪を取って一つ立てるがいい。
兵士の世は終わった。そしてまた新しい世が続いていく。終わることなく続いていく。我らの時代はもう消えてなくなってしまうだ。我らの思いは未来へ届いておるのであろうか。我らにまだできることがあるのであろうか。わしらもドキドキしながらやりました。まあちょっとでもわしらの気迫が伝わればと思いまするが、こんなわしらも初めて見る子も方もおるからな、歌を歌っておりまして、この土佐町で去年来た時におそらく出たばっかりだった歌がございまして、その歌を一部の最後では歌いたいと思いまする。わしら平安から蘇ってきたわけでございまするが、そんな平安のところに共に戦った仲間や家族、そして、戦い合ったがライバルたち、そんな者たちの思いもこの平成の皆様に届けて、これから先を共に光り輝く未来にしようという願いを込めた歌でござりまする。では聞いてくださりませ。ギフトを参ろうか。はっ、
この後もまだまだステージ続きまするので、今後の後も存分に楽しんでいってくださいませ。では一旦ご勉強ください。ありがとうございました。ありがとうございました。もう完全に目を通過したきね。そう、被害結構あったと思うんだけど、でも今日は晴れたき一個じゃんって良かったですよね。何よりじゃ、どうですか久しぶりの傘は。そう、やっぱり美味しい。美味しい、傘美味しい、傘美味しいです。今日暑いな、本当に。そう、毎回土佐来るたびになんか暑いな暑いなと思って。でもこうやってね、13人出てきたということはなんかあるんでしょうね。そうです。これからどうするかです。これからゲームをいたします。あくまりさん、タイトルコールをお願いいたします。今からやるのはカツオの一本釣りゲーム。はい、何言ってるかよくわからない。はい、から紫は放っちゃいて、皆さんには釣竿の先に磁石がついてますので、それでカツを釣ってもらいます。はいはい、人頭2名とお客様から2名、そして清盛会の皆さんから2名とお客様から2名を選んで4-4で対決したいと思いますので、まず金の弟と一緒に釣りをしたい人2名です。おる、じゃあ手を挙げちゃってください。自信持って、はい、釣り得意な人。はい、じゃあ金の弟先生、はい、お二人釣り得意な人。どっちが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 栃木から見つかまえた。栃木から、栃木から伊藤さん、栃木の人一人お願いしていいです。栃木の人、そう、栃木の人、あれ、かわいい、すごい PR を。シャツと肩、あ、この人すごい、出るから出るよ。キーヤキーヤ、はい、はい、メンバー後で集合ね。はい、怖い怖い怖い。まあ名残惜しいけど、この回のステーションはもうぼちぼち終了だ。さあ、置いたら、置いたら、龍馬、最後置いたら、その前に次の回何やりましょう。あ、そうじゃない、次何する。それはね、秘密でございますけど、お楽しみはちょっと時間取りません。わかりました。じゃあ、龍馬さん、最後締めてください。そうじゃな、置いたらわしが締めようかなって思ったんじゃけど、せっかくじゃき、ほいほい、この回は、清盛さん、もう、何を見てるんですか。どうじゃろ、お願いしてもかまんさ。いいですね、いつもあれやっとるの、一丁締めしとるんですよ。おお、そうじゃそうじゃ、はい、じゃあ、わしら、いつも神戸で、いつももやりませんが、バッツさんの方は昨日夜やったので分かると思います。清盛締めというのがございます。清盛締めで、この一部終了としたいと思います。じゃあ、清盛締めでございます。清盛締めを説明いたしまする。我々が清盛うんたたうんたうんたたうんた、はい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 、大丈夫、大丈夫、大丈夫、分かった。締まる、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 締まります。すごい、締まる、頑張った、頑張った。本当に大丈夫だよ。できんかったら罰ゲームとかまたありますよ。じゃあ、バスツアーの皆さん、みんなを先導してやってください。はい、それでは皆様、お手を拝借。よーっ、清盛、うん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 、誠、ありがとう。